こんにちは、中山慎太郎です。この動画を見ていただきましてありがとうございます。普段はオンボード動画を中心に YouTube に動画をアップしておりますけれども、今回よりこのような形でハンデカメラ片手に直接レースの様子やピットの様子をお伝えできれば楽しいかなと思いまして、こういう動画もどんどん撮ってアップしていきたいと思います。もちろんサーキットのオンボード動画もこれまで以上に力を入れて動画を配信していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。正直な話、このようなおしゃべりは苦手です。でも最初のうちはこんなもんだと思いますので、徐々に慣れて上手になっていければなと思っておりますので、どうか温かい目で見守っていてください。さて、第1回、今年2015年の参戦計画を報告したいと思います。今年2015年は昨年に引き続き全日本ロードレース ST600 クラスに全戦参戦いたします。こちらの方はなんと13年目のチャレンジとなります。自分自身もこんなに長いこと長い間レースが続けれると思ってませんでしたし、正直自分が一番驚いてます。ただ毎年ギリギリの中でチャレンジしておりますので、正直あっという間という気持ちが大きいです。13年目の今年に最高の結果を残すべくチャレンジいたします。どうかよろしくお願いします。また、もう一シリーズ、今年から始まりますピレリカップ600チャレンジシリーズに関しましても、全部とはいかないと思いますけれども、参戦いたします。こちらの方も、今年から始まる新しいシリーズとなります。優勝チャンピオンにはワールドスーパースポーツで参戦権ということで、これまでにない豪華な景品が、豪華な商品が当たるシリーズとなっております。このレースに出会えたことも今年は最大のラッキーだと思い、このレースに参戦することにいたしました。2015年、全部で10戦以上戦うことになると思いますけれども、正直大変だと思いますけれども、諦めず、めげず、前向きに1年間戦っていきたいと思いますので、どうか、中山慎太郎、またチーム慎太郎をよろしくお願いいたします。